皆様こんばんは。キャラペディア公式動画番組キャラペディックナイト、今週も始まりました。こちらの番組はアニメキャラクター地点キャラペディアがお送りするアニメファンのアニメファンによるアニメファンのための番組です。キャラペディックナイト本編は毎週木曜21時35分よりお送りさせていただきますが、21時からは有料会員限定の番組をお送りしております。毎月第3木曜21時からはキャラペディックナイト CVS キャラクターボイススペシャルと題しまして、毎回一人の声優さんをピックアップしてのトーク番組をお届けいたします。その他の週の放送内容はこちらの放送予定をご覧ください。会員登録していただけますと、今週放送分もタイムシフトでご覧いただくことができますので、ぜひこの機会にチャンネル会員へご登録ください。登録及び視聴、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。そして本日の出演者は、私、簡単家庭料理研究家でクリエイターな何でも屋なるみなのかと、アニメやゲームに精通し、ライターや講師もされております、アニギウォッチャー斉藤祐介さん。はい、どうもこんばんは、斉藤祐介でございます。先週の話はこの後します。先にカンパさんを紹介してください。よろしくお願いします、はい、そして皆様からのコメントをご紹介するコメントキュレーターですが、今週は川端梨紗子さん。はい、こんばんは。可愛いキャラがいっぱい出てくる作品担当、要するに面食い声優の川端梨紗子です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします以上3名でお送りしてまいります。皆様本日もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。そしてですね、第3週はいつもならここでアニメニュースになってるわけですけれども、はい、ちょっと諸事情でサーバーのトラブル、キャラペディアので、ランキングの集計ができなくなってしまったということ で本日はちょっと変則的に第4週の内容といいますか、ね、雑談週の構成に近い形でお送りしていきたいと思います、はいはい、ちょっと待って、なんかすごい来てる。斉藤さん、このスマの特製クオカード当たりましたって、どういうこと。ツイッターキャンペーンのやつ当たったの、すげえ、いいな普通にいいな。俺こういうの当たったことないよ、ほんと。当たりましたってコメントが3つ来てるんですけど、これ同じ方ですかね、か別々の方ですかね。そうなんだ、すごい。クオカードも何人に当たるんだろうね、うん、こういうの当たったこと一回もない。本当に私結構当たる方が、すごい。なのかさん、すごい。ですね、なんで、割と当たるんで、これだっていうやつだけ狙い撃ちしてやると、割と高確率で当たるんですよ、だからセーラームーンのグッズとか、カードとか、Tシャツとか、割と当選して持ってる。いいな、頼みたい。いや、頼まれてやった時当たんないの。まあ、それあるよね。そうなんです。だから下手に引き受けられない。あります、何回かやってみたくて、ね、すごいね、あれなんか、すごい、コラボグッズですって、いいな、すごい、いいな。なのかさんの特製色紙が当たったという夢を見たのですが、何も届きません。そうですね、夢なのでね、また機会がありましたらという感じで、一応ね、ちょっと先週の話しておきますけど、僕先週の水曜日かなんかにですね、激腹痛に襲われましてですね、で、木曜日の朝方、だから水曜日の深夜3時か4時ぐらいにもうですね、ちょっと呼吸困難になりましてですね、救急車で運ばれましてですね、で、病院の方でチェックしていただきまして、まあ、ちょっと免疫が低、まあちょっとね、あんま寝てなかったりしたんで、免疫が低下しててですね、ちょっとサバに当たってしまいまして、まあ胃腸炎もあったんですけど、サバに当たってしまいましてですね、で、ちょっと、大事を取ってお休みさせていただきまして、いつもお世話になっている近くの病院で点滴を打っていただくというですね、ことをやりましてですね。先週、皆さんコメントとかで心配なさってましたよ。すいません、申し訳なかったです、本当にね。いや、水曜日の深夜3時ね、まず木曜日の朝方ね、もう本当辛くてダメだと思って、一人暮らしだから、もう何かあったらやばいなと思って、さすがに救急車呼びましてですね、まあ、救急隊の方すいません呼んじゃってって言ったらね、こんなすいません呼んじゃってってこんな風に言えるわけじゃなくて、ハーハーしながら言ってたんですけど、全然そういう時呼んでくださいって言われてね、で木曜日1日と金曜日とちょっと病院に入らせていただきまして、で無事に回復しまして、ちょっとまだね、胃が荒れてたり喉が荒れてたりするんで、さっきもちょっと言ったんですが、あんまりしっかりした重いものは食べられないので、うどんとかね、おかゆとか、あと、まあ、そうめんも食べられますよ、そういうのも食べたりしながら、土日ぐらいまでは、ウィダインゼリーで過ごしてましたね。で、今はまあちょっと体力が若干落ちてますけど、元気は元気なんでね、またちょっとね、元気になっていこうかなと思いました。誕生日迎え食べまくっていたのかと思う、そういうことないですね
ジローは柔らかめに入りませんね。アレルギーじゃないですね。アレルギーじゃないです。単に当たったんです。単にあの普段だったら多分ね当たんなかったと思うんですけど、やっぱりお医者さんも言ってました。ちょっとだいぶお疲れですねっていうことで、うんうん、ちょっとねここのとこね お仕事が多くてですね、うん、ちょっと忙しくてなんかちょっとねまたね新しいメディアが立ち上がるみたいな話もあって、そちらでもねちょっとお仕事をがっつりと依頼のご連絡が来たりとかですね、うんうん、でちょっと何件かお断りしちゃったんですけど、ちょっと立て続けにお仕事が来てしまいまして、うんうん、それもあってね休めなかったんですが、うん、まあ、ある意味そういう意味では土日とかはもうずっと家にいたんで、ひたすら D アニメストアでアニメ見てて、今期のアニメも結構見たし、うんうん、前のクールのアニメ見てなかったやつも結構見たりしてですね、うん、まあ割と楽しく日々を過ごしてですね復帰したという感じでございます、うん、春休みを取ってないな。コメントどうですか。はい、もう今お帰りって優しいね。異世界には行ってません。おめでとうございます。あの働く細胞を真面目に見ようね斉藤さん。いやーねー、ほんとねシャレにならないからご自愛くださいね、うん、あそうそうそう、意外にねなんかね、あのそう、なのかさんとかも僕もそうだけど、あんまりその名前を出さない仕事も結構あるんですよ。あります、うん、それがね、むしろほとんどそれです。そう、うん、そうなんですよ。まあちょっとあの契約の関係上言えない仕事とかも結構あって、はい、まあ別に悪い仕事じゃなくてないよ、うん、言えない仕事とかもあったりして、うん、でね結構忙しかったりするのでね、うん、今お魚くれた。ありがとうございます。ありがとうございます。サバね、そう、サバ寿司を食べてしまう。サバ寿司でね当たったじゃん。しばらくサバ寿司って生のやつ。そう、生のやつ食べちゃったんですよ。生のサバ寿司を食べてしまう、うん、美味しいんですけどね。美味しいんですけどね、うん、普段だったらねそう当たんないんですけどね、うんうん、そんな感じでございます。まあ、なんか倒れてる間いろいろあって、倒れる前とかになんか誕生日うほいと思って自分で喜んでいろんなことしたんですよね、うん、まず一つはね、届いたら着てきますけどね、日雇い玲子さんの T シャツ私買いましたからね。で、日雇い玲子さんの T シャツを買ったらなんとご本人がついにフォローされましたからね。そう、 T シャツを買ったからか分かりませんけどご本人がフォローしてくださいましてですね、届いたらちゃんと日雇い玲子さんの T シャツ着てきますね、うん、あとねそれとね、私の、ね、敬愛しますぴょこたん先生がですね、はい、副業というかを始められましてですね、うん、3000円 で色紙に似顔絵を描いてくれるというサービスを始められまして、まあ、自分への誕生日プレゼント申し込みまして、うん、ぴょこたん先生に似顔絵を描いていただけることになりましたんで、うん、今週の日曜日かな、ぴょこたん先生にズームで似顔絵を描いてもらうというですね、うん、3000円を払ってですねお願いしましたね。書いていただいたらここに持ってきて見せようってね、うん、届いたらね、楽しみですね。そうなんですよ、横田さんなんていうかそう、ヘアドレコさんフォローされたのちょっと嬉しかったです。ちょっととかだいぶ嬉しかったですね、うんうん、いいなはどっちかな色紙かな。色紙かな。タイミング的には色紙だな気がするな。そう、ぴょこたん先生の色紙をね、似顔絵描いていただきますね。ショコタンじゃないですね。あとまあその間とかいろいろなんかそのネット見たり、まあ、ずっと家でゴロゴロしてただけなんで、まああのやっぱりお腹もやっぱずっと痛かったんでゴロゴロしてたんですけど、でニュースあればニュースで取り上げたかったやつで言うと、おいしんぼ総選挙、うん、キャラクター総選挙始まったんですよ。あのおいしんぼ公式が総選挙始まったんですですが、したんですけど、うん、あの投票できるキャラが限定、まあ、その選べるところにさ、うん、あの二木真理子さんがいねえんすよ、うん、おかしくねえすかだって、うん、あれですよ、京極さんとかいて、うん、京極さんより人気でさ、まあそれ富井副部長とかね、うん、その大原シャッシュとか貝原殿とかその辺のさ、まあ、栗田さんとかね、花村さんとか玉田さんとかその辺はいいけど、二木真理子さんをだって恋のライバルで超重要キャラの京極さんよりは重要キャラじゃない、うんうん、その他とかねあればよかったんですけど、そう投票できないんですよ、うん、一応公式にあのツイッターで投票させてくださいってこうやって書いたけど、うんうん中松警部いた、わ中松警部いなかったんじゃないか、いたかな、うん、遠山東仁先生とかいたんだよね、うん、それで二木真理子さんいないおかしくねえと思っていやでもリクエストを送れば次回のね総選挙はいるかもしれない素晴らしい、いやいいコメントいただきました。あの私が以前ですね、誰々がいないやり直しって言っちゃいけないって言って違うよ、それは僕が言ったのは結果が出てるやつ、 その時に結果に対して文句を言うのはいけないよねって話をしたんだって投票するさせてくれない、投票できないんだもんさせてくださいって話ですか、うんうん、いやいいブーメラン返ってきたな、いいブーメラン返ってきたけど、うまいですね、いいブーメラン返ってきたけど投票させてくださいよせめて、うん、っていうことでございました、ね、うん、いや
やね、別に二木真理子さんが例えばランキングじゃあ投票できたんだけど僕が入れて入んなかったら別に文句は言わないですよ、うん、それはもうしょうがない、うん、結果でしょ、どうぞ投票できないんだもんそれは辛いです、ね、ちなみに僕が公式のツイッターに対して投票させてくださいかっこ涙って書いたツイートに結構いいねつきましたから、ああ、うん、ってことは隠れファンがいっぱいいるわけですね、そうですよ、うん、さてここでご案内です、皆様キャラピティックナイトのチャンネル登録はお済みでしょうか、はい、こちらのチャンネルは画面上のリンクからお気に入り登録が可能となっております、うん、ご登録いただきますと番組開始前に通知が届いたり、うん、番組からの特別なお知らせを受け取ることもできます、うん、番組のご登録ぜひよろしくお願いいたします、はい、そして斉藤さん、うん、21時からは会員限定の番組をお送りしているんですよね、はい、さようでございます、本日はですねキャラベティックナイト CVS キャラクターボイススペシャルと題しまして、木村昴さんのハマり役ランキング、なのかさんと私がね選んだハマり役ランキングを発表しました。ちょうど昨日の、ね、深夜に先ほどもね言ったんですけど、あの爆笑問題の太田さんの番組に木村昴さんゲストで出てて、うんうん、あのご自身が声優目指した理由とかお話されたんで、はい、うん、もうまあめっちゃタイムリーで僕もテンション高くお話しさせていただきましたんで、うん、見逃してしまったよって方はタイムシフトでご覧ください。タイムシフトご覧いただくためには会員登録していただく必要がございます、うん、会員登録していただきますと過去の放送すべてご覧いただけますし、うん、さらにもう一個マニアックというね、カバさんもよくねいろんな作品紹介してくださってますけど、そちらのね番組もご覧いただくことができるようになりますんで、うん、皆様からのご支援によって成り立っている番組ですから、ぜひぜひ会員登録よろしくお願いいたします、はい、皆様登録および視聴どうぞよろしくお願いいたします、うん、お願いします。さあ続いてのコーナーに参りましょう。続いては私がアニメ業界で起こっているさまざまな事象の中から、うん、今ここに注目するべしなポイントを独断と偏見で選んでご紹介するコーナー、なるみなのかのここに注目をお送りいたします、うんうんうん、今回私が注目したのはこちら、映画大好きポンポさん公開直前 PV。これ僕も気になってたんですよね。いやこれ本当はあの原作が面白いんで、で PV の感じ見たのも見て、これはいい映像に仕上がってるなということで、うん、多分もう面白いです、間違いないです。原作の方のツイッターがなんか僕のタイムラインに流れてきて、へこんなあんだっていうのをこれで見たんですよ。はい、あのこちらがですね2021年6月8日公開予定の映画の映画大好きポンポさんの公開直前 PV がお披露目されたというニュースが入ってきたんですが、うん、この作品はもともとピクシブで94万ビューを超えたほか、うん、あとこの漫画がすごいとか漫画大賞に入賞したという話題の漫画が原作となっております、うん、ストーリーとしましては映画を愛する青年と映画に愛された女性が映画制作を通して自分を見つけ出す、うん、映画への愛に満ち溢れた物語と、それをなんと映画にするということで、面白いね、うん、これは映画で描くべき作品ですよ、うん、本当、うん、なんだろう、見てて涙が出てきた最初、読み切りの漫画なんですよ元々のやつが、うんうん、で読み切りっぽい感じで、ま、ちょっともしかしたら何話かに分かれてるかもしれないんですけど、うん、決してそんなに長くない感じ、うん、でもう壮大なストーリーが、なんだろう、あの身近なところに、うん、いろんなそのパッと目を向けると、うん、あそこに世界が広がってるんだなっていう、そこをどう切り取るかみたいな、ちょっとあのなんだろうな、同じものでも受け止め方で美しさが変わってくるというか、うん、なんかそういうものに気づかされるというか、あ映画って面白いんだなっていうのをすごくなんか感じさせるも、そうですね、物語映画って本当にいいものですね、コメントが懐かしい、それを体現してる作品じゃないかなっていう、うんうん、見てみたい、映画に対する思いがすごいんですよ、うん、なんかもう真剣というか、うんうん、気になりますね、原作もちょっと絵も気になってたんで、うん、見てみたいなと思ってたんで、うん、ちょっとチェックしたいですね、うんうん、コメントはどうですか、はい、ストーリー漫画というわけでもないからどう90分に収めるのかなね、楽しみですよね。もともと短くまとめるためにちょっと断片で描いてるなって部分があったりとか、うん、あと映画でオリジナルキャラ、うん、こういうキャラが出ますよっていうのが出たりとか、でもその発表されてるオリジナルキャラ、あ、うん、なるほどね、このキャラのこういう部分を膨らませるために出すんだろうなみたいなの、うん、原作読んでればなんとなく想像できるような、うんうん、キャラだったりするので、多分丁寧にやってくださるんじゃないかなと私は期待しております、うん、楽しみ。ちょっとね、まあ、ちょっとなかなか今ご自身ね気軽に映画見に行くって言いづらいけど、うん、でも、うん、ちょっとね僕もねここのところ映画ついてる、うん、まあ、コナンも見てきましたし、うん、最近配信サイトとかで ね映画見に行きた、ね、安くなったりとか、うん、あとで DVD とかね、そう、うん、そういう手もありますから、ありますからね、うんうん、とりあえず気になる方は PV 見てほしい。あ、そうだ、どう見よう。 PV でもうかなり世界観が詰まってるので、うん、でもこれだけじゃないっていう、ポンポさんの良さはこれだけじゃないっていうのを
原作でもう見ているので、うん、あれをどう描いてくださるかなみたいな楽しみもありますね。もしかしたらまた原作とは違うかもしれないけど、うん、そうだよね、多分あの感じだとたとえ変えたとしても真の大事なところは残して描かれるんじゃないかなとね、期待してる作品です。絵柄もね、僕好きですね。ちょっと古っぽい絵柄でいいよね。ああいう絵柄好きですね。そう、コメントの映画を撮る方の漫画なのよ、だからちょっと映画漫画であるけど違うのよ。そう違うんすよ。なるほど、まあそういう僕だからあの映画制作ものとか好きだからね、なんか大学の時もちょっとシネケン憧れたもんな。そうですね、ピクシブコミックで読み始めたんですけど、私も気になってるんですけど、コメントであのイケメンは出ますかっていう。イケメン、あのね、追加されたキャラは割とイケメンだった。もともとの主人公とかはね、あんまりイケメンの方ではないというか、目もなんか点みたいな感じで、でもだからこそあの感情がすごい出るというか、で、この公開直前 PV と一緒に新キャラのビジュアル出てたんだけど、新キャラ割とイケメン系だった。ありがとうございます。好みかどうかはちょっとわからないけれど、一般的にはイケメンに分類されるキャラでしたよ、金髪の。お、面白そう。でもあの読んでる感じからもう、あの可愛い子ちゃんはバッチリなんで、可愛い子ちゃんをまず楽しみに読み始めました。ニューシネマパラダイスは昔見ましたけど、それも普通に名作映画ですからね。東方シネマ系なんですね。そうね、癖は強いです。そのポンポさんがまず強烈なんで、ポンポさんのキャラをあこの人好きって思えたらもう最後まで突っ走れるような気がします。なるほどね、まあ、ちょっと見てみたい、僕いずれと。見たらまたちょっとねお話したいなと思います。以上、はい、ななみのかさんのこり注目のコーナーでございました。さあ続いては本日のメインコーナーに参りましょう。今回のテーマは斉藤祐介、なるみなのかが選ぶ好きな RPG ランキング。本来はですね、皆様からいただいたアンケートをもとにしたランキングに、好きな RPG シリーズのランキングになる予定だったのですが、ちょっとキャラペディアのサーバートラブルでアンケートの集計が難しくなったので、予定を差し替えまして、こちらの斉藤なるみが選ぶというランキングの企画にさせていただいております。今回は好きな RPG を独断と偏見で選んで、斉藤さんの基準はどんな感じですか？僕でも普通に好きなのなんかガチで選んじゃった気がします。私はですね、RPG 好きなのがありすぎて選べなかったんで、とにかくいっぱい作品入れようと思ってシリーズもので選びました。あとそのドラクエ FF は外しました。あーそう、僕ドラクエ FF はもう入れ出すとキリが ないと言いますか、多分別で切り離して喋ってもいいぐらいのボリュームがね、あると思うんですよ。例えば それこそ好きな FF、 好きなドラクエのランキングとかね、やってもいいぐらい、なので私の方は外しましたけれども、まあそうですね。あとあのいろんなデバイスのやつ選びました。僕もね、そこは気遣った、ファミコンから、全部いこうと思った。なんで一応頑張ってみた。あ、コメント、ロードと戦記 RPG ですかって来ますけど、あのロードと戦記 PC ゲームの RPG なんて出てますし、PC ゲームの移植版の PC エンジン版 あのコンピューター RPG も出てるんで、ああいうのはそうかなって気がしますね。なんか僕の買った僕の PC エンジン CD ロムのものがぶっ壊れててあのムービーシーンで必ず止まるっていうバグに。それロードソニーはその覚えしかないですね。ムービーシーンで止まるって思いしかないです。ポケモンも RPG に入りますかね。あ、RPG、ガッツリ RPG。あとマニアックな RPG が何入るか期待ってありますけれども、私そんなにマニアックじゃないと思う。今回割と定番に近い。でも後半は斉藤さんの方で、あとソードワールドの、PC 版のやつもありますね。ソードワールドの、PC、 ソードワールド PC ってやつが出てて、それが PC 版の RPG で、それの移植の、スーパーファミコン版ソードワールド SFC とソードワールド SFC2 もすごいいいゲームでしたね。割とあのテーブルトークに近い感じで、冒険者自分で雇ってあの冒険するみたいな感じの自由度の高い当時としてはね、ゲームだった。でさ、これさ、僕もう、もう出たから買ってやろうと思ってんだけど、ダンジョンズ&ドラゴンズの、タイトル出てこなくなっちゃったあのPS5 で今度出るその、モンハンみたいなやつじゃなくて、Steam で配信開始されたホゲまで記事載ってて見たんだけど、あのすごいなんか自由度の高い、あの昔のゲームっぽい画面のやつが 出る、出てるんですよ。なんだっけ、忘れたな、タイトル。それをね、Steam で買ってゲーム配信やろうかなと思ってます。ちょっと懐かしい感じのやつなんだけど、あ、Steam じゃない、ごめん、DMM ゲームだ、
DMM ゲームね、なんでちょっとね、あのもうちょっと元気になったらそれやろうかなと思ってますんで、それはちょっとね、あのソードワールド、RPG とか好きな人はいいかもしれない。ベルトスクールじゃないやつです。ちなみにあの、それで言うとキンキンに、モンハンみたいなやつも出ます。はい、さまざまなね、あの RPG の定義についてのコメントが来てますけれども、ちょっとこれはね、またの機会にしましょうか。やべえ、そっか、龍が如く 7RPG 入れればよかった。入れなかった、ごめん。もうグザバレする機会があったら喋りましょう。うん、うん、はい、では早速発表していきたいと思います。斉藤祐介、誰見なのかが選ぶ好きな RPG ランキング第5位、斉藤さんセレクト、蓬莱学園の冒険。成美セレクト、アトリエシリーズ。うん、僕の蓬莱学園の冒険はあのいわゆるメールゲームではなくて、うん、スーパーファミコン版のゲームです。ね、あの90年代ブームを巻き起こしました、いわゆるメールゲームね。僕もメールゲーム出身でございますけど、メールゲームの蓬莱学園のスーパーファミコンのゲーム版、うん、RPG 版ということで、なんだろう、学園 RPG みたいなやつが少なかったと思うんですよ。あれ、ご近所物語ってファミコンだっけかな、あのご近所物語ぐらいしか、ああいうなんか現代物みたいなやつあんまなかった時代に、うん、スーパーファミコンでね、うん、学園物で RPG みたいな、自由度も結構高くて、ね、面白かったんですが、うん、バグが多くてね、途中で行き詰まるっていうのがすごく多かったんですよね。だけどいいゲームです。あの巨大学園を舞台に、うん、まあ、その部活に入ったりしながらパーティーを集めながらねゲーム進めていくっていうのはすごい面白かったと思うので、うん、あの意外な隠れた名作ですので、スーパーハミコンもねこの作品やっていただければと思います。うん、そして菜々子さん、まあ、はい、いいですね、アトリエシリーズということで今日全部持ってきました。あ、1個だけちょっとね持ってこれなかったのあるんですけれども、うん、あ、ちょっとこれザベストの方なんですが、まあ、第1作品目ですね、マリーナアトリエ。もうこれ私すっごいやり込んで、なのでその毎年6月18日になると今日は日食だなってなるぐらいやり込んだんですよ。うん、懐かしい。で、結構なんだろう、サボったらサボった感じが出ちゃうじゃないですか。なので割と真面目に調合するんですけど、なんだろう、どっかでミスしたりとかするんですよね。で、まあ、結構何回も何回もやり直して、で、自分が理想としてたの感じのものができた時の達成感。いや、マリーエリーは僕もめちゃくちゃ、そうなんですよ、私マリーエリーを一枚やり込ん で今日どっち持ってこようかなと思って、まあ第一作目の ね、マリーのアトリエの方にしたんですけれども、プラスのそう、池澤春菜さんね、ね、いいですよね、池澤春菜さんね。今池澤春菜さん、うん、日本 SF 作家協会の会長かなんかでしょ。そう、知らなかった。すごいよね、うん、僕高校の時かな、マリー多分ね、うん、だと思うんですけど、もうねマリーをめっちゃハマってやりまくって、ね、なるかさんですよ、喋ってごめんね。あ、全然喋ってください。めっちゃハマってやりまくって、面白いですよね。そうで、うん、高校の時は僕は結構かなりオタク道を邁進してた時期なんで、うんうんうん、まあ、一番やばい時は浪人生の時だけどね、金もあったしなんだけど、こうその時期一時期ね、やっぱりねマリーをやりまくりすぎて、うんうん、マリーを出してるガストね、今の公演ですけどね、うんうん、ガストがうちの近くにある会社だって知ったんですよ。長野県の長野市のね、うんうん、会社で うちの近くというか、僕が通ってた東進ハイスクール長野校のすぐ近くで、でもうすごい、そう、ガスト地元、僕もねマイルドヤンキー的な気質もあるから地元あるからだからガスト就職してって思ってました。で僕が通ってた東進ハイスクール長野校の1階が、まあ、はい、当時の長野アニメイトで、そこにスーツで来てるおっさんたちはガストの社員っていうね、我らの風説がありましたけどね、大体予備校生しかいないのにスーツで来て、ガストスーツだったんで、うん、社員全員ね、あいつらガストじゃねえって言ってましたけどね。まあでもそれぐらい入りたかった、すごいガストその時は。アトレシリーズ、私このゲームをやってた頃は、うん、全然そのネットとかもそこまでっていう時代で、うん、だからそのゲームはジャケ買いしてたんですよ基本、うん、でもこのまさにマリーちゃんが可愛くて、うん、でジャケ買いして、うん、でゲームやると面白かったというか、うん、その錬金術やってくんですごくなんかそのロールプレイングというか、うん、入り込むというか、うん、もうかなり入り込み度も高かったんですよね。そう、いや、うん、新しかったよねですね。だからその後のオンラインゲームとかでどっちかといえば生産職に行きやすくなったのも、うん、まさにこの、ま、あのアトリエシリーズのおかげ、うん、出なかったら多分生産職の楽しさを知らなかったと思う。今と時代違うから、まあ、攻略本出るまで結構時間あって、
それまで調合とか全然分かんない、ね、今だったらもうネットではすぐ分かるんだけど、みんなね、はい、そうまとめてくる、うん、そんなないから私もあえて攻略本買わないでやったりとか、しばらく出てるの知ってても一周目はそうだよね、うん、ですで、ある程度やってから、うん、で攻略本出たと思ってやるみたいなのあったけど、うんうん、いやなんかそのワクワク感みたいなやつ探るの楽しいですよ。そうなの、うんうん、それは本当今味わえないよな。そうですね、なんか、うん、油断したらすぐ目に入っちゃうもんね、うん、攻略サイト今ね。なんでツイッターをとりあえず私シャットアウトしますね。なるほど、うん、ガストのハンバーグ食いたいと違うねはい、コメントどうでしょうか、はい、なのかさんもチーズケーキいっぱい作ってた、まさかアトリエでアトリエって結構作るもの偏りますよね、うん、偏る、うん、チーズケーキ作れるんですか？ね、いろんなもの作れるんですよ。またちょっとこれ喋り出すと時間がなくなるんだけど、はい、後であとで作れるアイテムリストとか見せますね、川端さんに山盛りポテトはガストですよ、そのガストがありません美味しいけどね、美味しいけどね、うん、そう、あ、チーズケーキ狂いのメインキャラが、うん、へえ。いやもうやばい、これ時間かかる空気ですね。そうですね、2位にサクサクいきましょう、はい、やばいね、これは4位にいきましょう、これはやばい。斉藤祐介、なるみななかが選ぶ好きな RPG ランキング第4位、斉藤さんセレクト火星物語、なるみセレクトクイズ RPG 魔法使いと黒猫のウィズ。火星物語ってここで結構話したからな、もう行き来もしてるけどね僕はやっぱり ラジオっ子なんで、うんうん、そのこの当時のラジオね、火星物語でわらわらってなってますけど、このねそのね火星物語の話いっぱいした。火星物語でもともとひろゆきさんのマルチ天国っていうラジオで、ずっとやってたエチュードドラマなんですよね、うん、で、視聴者の人、リスナーの人から来たお便りをもとにキャラクター作ったり、うん、ストーリーの展開変わっていくってやつで、ひろゆきさんご本人と千葉茂さんと横山さん3人が全部のキャラをやってやるっていうやつだったんですけど、うん、まあ作品自体結構面白かったんですよ。ラジオドラマ面白かったし、小説版も出たしね、でゲームはゲームでちょっともうちょっと豪華な作りになってるって、いろんな声優さん出たりストーリーも面白かったんですけど、もちろんねこの手のゲームの弱点としてやっぱどうしてもアラがいろいろあったの、うん、バグとかもやっぱりこのゲームも多かったし、ポリゴンなんだけど、ポリゴン、まあ、初期の頃もね PS2 かな、うん、PS か1か PS1 だと思うんだけど、ポリゴンとか荒かったりあるんだけど、あの時に僕は限定版ボックス買ったんですけど、めちゃくちゃ多分9,800円くらいしたんだけど、うん、その時の空気感と当時のやっぱ思い出かな、うん、やっぱラジオに一番ハマってた当時の思い出みたいなも含めて、なんかお祭り系として思い出残ってますね、うんうん、そして私が選びましたクイズ RPG 魔法使いとコロネコのミスなんですけれども、アプリゲームですね、うん、でアプリでたまたま私仕事柄いろんなアプリやってるんですよ、でとりあえず流行ってるのは一通りやるんですけれども、うん、黒猫のイズもそんな感じで、まあ、ちょっとやったら終わるかなぐらいの試しにインストールしてみたんですけれども、うん、すごいハマっちゃって、うん、なんだろう、ストーリーのとか世界観が好きだったんですよ。なので、うん、その私がずっとログボをもらい続けてる数少ないアプリの、もう何年もログボをもらってる数少ないアプリの一つでして、で、もうずっと長く続いてるとだんだんアップデートされていくんですよ、うん、でイベントなんかも結構いろいろあったりとか、うん、メインストーリーに声がついた時も感動しましたね。かなり前に見たはずのメインストーリーに、うん、ちゃんと声が入ったんですよ。うわーってなりましたね。それいいね、うん、俺はこのゲームはやってなかったんですけど、はい、CM でショコタンの CM すごい印象残ってますね、うん、リアルな黒猫にショコタンがなんか乗るみたいなやつがあって、それがなんか残ってますね。なんかさ、だから何個やってるゲームやるの偉いね。僕もだってあれでたまってた八内もなんか何回かログインしなかったらなんとなくフェードアウトしちゃったから。わかります、アプリってそうなんですよ、うん、ただ私も黒猫のイズ毎日ログインではないんですけれども、うん、たまにログイン途切れても、うん、まあ1週間とか2週間以内には復活するみたいな形で、うん、あとストーリーはなるべく読んでます、うん、中でもそのイベントの黄昏メアレスって話があって、うん、それがすごい好きで、うん、結構シリーズを1回イベントやるじゃないですか、うん、それの続編みたいなのを黄昏メアレス なんかその続きがまたあって続きがあってみたいなの結構あったりとかするんで、それはいいよね、1本のアプリの中にたくさんのストーリーが詰まってる感じ、うん、僕それで言うと龍が如くオンラインだな、毎日ログインしてなかったけど、まあ、ちょいちょいストーリー読むためにたまに入るみたいな感じね、うん、今日時間ないからあれよさ、本当あの話もしたいよね、キムタクごとく2の話もしたいよねそうですね、超楽しみなんですけど、うん、はい、ロストジャッジメント、そうロストジャッジメントね、うん、あ、8年目かビズ、確か私やり始めたの1年目だから、じゃあもうかなりやってますね。怪盗ロイヤルってまだやってんの、すごい、
12年目だってすごい、すごい懐かしい、うんうん、昔記事書いてたわ、それでは第3位に参りましょう。斉藤祐介、なるみなのかが選ぶ好きな RPG ランキング第3位、斉藤さんセレクト、見つめてないと R 大冒険編、なるみセレクト、ドットハックシリーズ。見つめてないとも、まあ、僕の中でやっぱりちょっとね大きいタイトルなんでね、まあもともと見つめてないと自体は、ときめきメモリアルが大ヒットしたんで、ときめきもと全く同じシステムで、異世界ファンタジーというね、謎のゲームでした。ときめきもと全く同じシステムなんですよ。だからまあ主人公のなんかその、騎士のキャラを育成しながらときめきもの、ときめきも番長バトルみたいなやつがちょいちょい入って、でヒロインとこうとなんか恋愛していくみたいな話になってたんだけど、うん、それの、続編としてちゃんとした RPG でついに見つめてないと、まあ見つめてないと R の RPG だからね、うん、出ますよっつって超楽しみにしたのに全然発売されなくて、何回も何回も延期した挙句ですね、うん、システム面白かった、奇世界で見た目も変わるし能力も変わるみたいなやつでね、でマッチした服着せるとキャラにマッチした服着せると能力が上がるとか、うん、面白かったんですけど残念ながら恐ろしくボリュームが少ない、うん、そしてシナリオライターが変わったせいでストーリーが全然ちゃうんですよ、なんか、うん、キャラクターが全然違う、シリアスなキャラギャグキャラにされたいって言ってなんだけど、まあそういうことも含めて思い出思い出補正、はい、でこれもやっぱりラジオですね、僕が私は敬愛しますオタッキー佐々木さんのねディレクターされたラジオ番組の中で、ご本人もお伝えしましたけど一番好きなラジオ番組見つめてないとのねラジオでしたからね、うん、前編ずっとヒロインのソフィアっていう人が一人語りしてるっていうラジオをやって、最後、ね、本編の中でもね事故に遭うってあるんですけど、ソフィアが異世界から心の電波でラジオを放送してますっていう設定だ、うん、異世界から心の声をみんなの耳に直接届けてますって設定だったんですけど、ゲームの中と同じようにストーリーが進行してて、最後ソフィア事故に遭って私の心の声がもう皆さんには届かないみたいなのでそのまま終わるっていう、ね、それ最終回って、はい、佐々木さん天才だなと思ってますからね、もう神なんじゃないかとその時佐々木さんのことを思いましたけど、まあそれはご本人言ったら笑ってたけどね、うん、そして、私が選びましたドットハックなんですけど、長野さんドットハックだしよく知るもんね、とりあえずですね、うん、ドットハックはこちらの開始メールはねちょっと遅かったんですけれども、うん、GU は全部発売日に買いましたからねってぐらい好きで、うん、でこちらはドットハックの初期のシリーズので全部ね揃えると最後のギフトがね、うん、あったりとかするんですけれども、うん、まあオンラインゲーム、架空のオンラインゲーム MMORPG の、うん、ザワールドっていう世界を舞台にやるんですが、現実世界とリンクするんですよね、うん、このオンラインゲームの世界と、うん、もうその感覚がすごく新鮮で、うん、でその同じ事件が一つの事件があるんだけどそれを現実世界で紐解くチームと、うん、あとゲームの中で紐解いていくチームがあって、うん、でゲームの方は、まあ、ゲーム内でね紐解いていくんですが、まあ、オンラインゲームを題材にしてるだけあってそのソロプレイなのに、うん、なんかその他の人とチャットとかやってる感じというか面白いよね、うん、新しかった。オンラインゲーム僕ちゃんとやってなかったから、うん、僕の先輩とかね、僕のサークルの先輩とかはウルティマとか、うんうんうん、あの辺でやってたんだけど、はい、やってなかったからドットハックでオンラインゲームってこういうゲームなんだ面白そうっていう同じくです、ね、私も先にそのオンラインゲームより先にこっちをやってからオンラインゲームに入ったので、うん、そうですね、私のオンラインゲーム感はこっからできたと言っても過言じゃないぐらい、うん、そうですね、私の礎を作ったゲームシリーズを今日持ってきてます。うん、そんな感じですね、はい、はい、コメントどうですか、はい、コメントでもなのかさんに分かるよと、私もオンラインゲームじゃないけど雰囲気をしたのはドットハックだったから出てますね、深夜のテレビショッピングみたいに物がいっぱい出てくるあとねそのおまけモード好きなんですよ、もう同じゲーム画面なのになんかみんなとんでもないこと言ってるやつ、多分ねこれもまたちょっと機会あったら話しますけれども、はい、なんだろうな、本編でかっこよかったはずの人がただの中二病みたいになったりとか、うん、そういうのも魅力だったよね。そうなんです、おまけモードが充実してて、いいですね。ドットハックの時ラグナルクオンラインはもうあったのかな、僕の周りラグナルクオンライン流行ってたんだけど僕はねやってなかったんですよね、ドットハックはやってたけどラグナルクオンラインはやってなかった、でウルティマはラグナルクオンラインより前ですね、だから僕の先輩とかアリデシャクさん電話回線でやってましたから、テレ放題の時間にウルティマやってましたからねみんな、あと初代ディアブロとかね、
懐かしいねドットハークのアニメの OP とかね、はい、あとラジオのボイスドラマにあの頭おかしい話作るとかね、その本当おまけモードがね、ドットハークとか、うん、すごいので、これはちょっとまた機会設けましょうね。懐かしいうん、楽しいね。あ、手塚さんだった、はい、それでは続いてまいりましょう。斉藤祐介、鳴海奈々香が選ぶ好きな RPG ランキング第2位、斉藤さんセレクトドラゴンクエスト9、鳴海セレクトファーランドストーリー。9好きなんだよな、うん、まあもちろん、ドラケ全部好きなんですけど、うん、11も11はね、ここでも何度も言ったけど PS4 版で酔ったんだよまあでもまあ全部好きなんですよ。ドラクエは全部クリアしてるんですけど、うん、あのね、9やっぱね、初の DS ソフト、うん、まあ携帯ゲーム機ソフトだったんですよね、うん、で、あのすれ違い通信とか、あと協力プレイとかすごい楽しくて、めちゃくちゃやった覚えありますね。なんかあのクリアしてからも長く遊べた、まあ、オンラインゲームじゃないんだけど疑似オンラインゲームみたいなところがあったりして、まあ、10の前だからね、楽しかったなって思い出があります。あのあれでは、ガングロの妖精とかも好きだったよ。サンディだっけ、好きだったしね、面白かったなと思って、なんかちょっと思い出として残ってますね、うん、いいゲームでした。私が選びましたファーランドストーリーなんですけれどもはい、あのファーランドストーリーはですね、そう、おろい、あの当時CM がねやってたんですよ、うん、で、あの等身大のキャラがちっちゃくなって許さないぞって言って、うん、あの切りかかっていくっていうのが見て、うん、なんかすごく気になったんですよね、うん、でソフト買ってやったらもう面白くって、で隠しアイテムとかがあったりとかして、うん、でお花の上を調べるとあ宝箱が出てきたりとかするんですよ。でそれでそのなんだろうな、これも鬼のようにやり込んだやつ、うん、もうやり込みすぎてどこに宝箱があるか覚えてるぐらいの感じで、うん、もうなんでしょうね、プレステでも出てるんですよ、うん、ただ私はスーパーファミコンのビジュアルが好きなんですよ。すげーわかるわ。これのランティアにもものすごく好きで、だからそのスーパーファミコンのランティアが好きであって、あのなんだろうな、プレステの方の彼がちょっと違うんですよ。わかる。いやー、うん、まあでもあれはあれでかっこいいんだけどね、こっちなんです。そう、この時期、まあ、本当ね、この時期のスーファミはね、名作。そうなんですよ、ファラムストーリーめっちゃ面白いし、うん、はい、あとね、僕もファラムストーリー元にやってましたけど、うん、アークザラットじゃなくて、アルバードですよアークザットラの中さんね、アルバードですよ、めっちゃ面白かったな。なんだろう、そのいろんなゲームがあって、でその中でもそのファーランドストーリーは、うん、シミュレーション RPG そで、そのマス目の上を進んでいくタイプで、うん、戦略がね、使えたりとかするんですよ。面白い。でそれまでその戦略を立てて戦うっていうのが全く頭になかったんで、うん、ああなるほどな、こういう風な戦略があるんだっていうのを、うん、私はファーランドストーリーで学びました、はい、結構難易度は低めなんですけどね、うん、でもね、楽しく遊べた。そうそう、すごいあのお話も良かったし、ね、うん、出てくる敵の数が限られてるからこそ、うん、その誰をレベルアップさせるためにどうやって倒していくかとか、うん、回復役とそのやること連携することで無限レベル上げとかできたりとかするんですよ。いいゲームだったら、うん、本当この頃の RPG いいゲームあるんだよ。そう、そうですね、ファーランドストーリーですね。どのファーランドいっぱい出てますからね、うん、ファーランドは、うん、まあね、うん、そう、そっち系だとファイアーエンブレムだなっていう意見ももちろんわかるよ、うん、もちろんファイアーエンブレムは面白いけれども、うん、私は先にファーランドストーリーに出会ったんだよっていう、うん、僕はファイアーエンブレムはファミコンなんですよ、やっぱり、はい、ファミコン時代にやっぱハマってたんでね、うん、特にファイアーエンブレムガイデンってアホだったんでね、うんうん、あとそのファーランドストーリー私早めに出会ったんで、ファンタジーの概念はファーランドストーリーで学んだと言っても過言ではないぐらい、エルフとか、うん、ああいうのをね、ドワーフとか学びましたね。PC 版でやってた、そっか、 PC 版もねありましたね、うんうん、PC 版が元々あったんですよ ね、はい、PC 版がまとまったような感じのがこっちのスーパーファミコンらしいって話は聞きました。う、うん、コメントどうですか。はい、ドラクエ9リメイク出るのかなね。うん、まあでも8も出てないからな、リメイクは。あ、9もリメイクしてほしい部分はありますけど、ただね、9もね、そういう意味ではね、普通のドラクエとしてはボリューム少ないんだよね。あくまでクリア後のなんか、うん、そのなんだろうな、おまけ要素ありきみたいなのがあったからね。そして正行の地図が出てからね、全てはなんかすぐみんな感想しちゃって面白くなくなっちゃったね。うん、でもまあそれまではすごい楽しかったな、レベルみんなで上げて、うん、いい武器も持つとかね、楽しかったな、うんうん、
今の環境ではないんでもうできないんだっけ。そうだね、そう考えたらそうだね。でも 3DS あれば別にできるけどね。すれ違い通信。あ、そうか、すれ違い通信。あ、そっか、うん、すれ違い通信できようないもんね持ってる人いないもんな。そっか。それではですね、番外編に参りましょう。斉藤祐介、なるみなのかが選ぶ好きな RPG ランキング番外編。斉藤さんセレクト、未来神話ジャーバス。なるみセレクト、美少女戦士セーラームーンアナザーストーリー。そっか、ななかさん連れてきたんだ。モレアースの、ね、ゲームボーイの RPG にすりゃよかった、まあね、一応アニメのメインの番組ということもありまして、はい、まあ、これもね、やり込んだゲームから私選んでますので、まあ、セーラームーンのアナザーストーリーもこれも発売日に予約でなんですけど、私いまだに許せないことがあって、はい、もうその当時の少ないお小遣いで買ってたのに、うん、こんなシール貼られたんですよ。あ、ひどいよ。そこもうなんで貼っちゃうのよ、新品にこれをっていうのことね、いまだにもう根に持ってるんですけれども。いや、マジで名作ですよ、うん、そうなんですよ。まさか買い直すなんてね、できなくて、もうもう、いやー、いや、マジで名作いいですね、うん、これいいゲームです。そうなんです、結構ゲームバランスが考えられてて、セーラームーンのゲームはね、うん、恵まれてる、いわゆるキャラゲームの中で、はい、ちゃんとしてるのが多いからね、うん、私の好きなミラクルガールズのゲームとかも終わってるゲームだからね、本当に。まあでも、まあでもまあね、あれはあれでね、あれはあれで悲しいですからね、うん、あんまりご指摘はないけどあ、まあ、でもセーラームーンのゲームはどれも面白い、格ゲーも今やっても面白いからね、うん、横スクロールのベルトアクションも面白いしね、はい、まあまあ、ここでも話になる気がするんだけど、あれ欲しいんだよな、アーケード版の横スクロールのベルトアクションのセーラームーンのやつ欲しいんだよね。うん、アーケード版が欲しいの。で、アーケード、僕の友達アーケード基板買ったんだよ。あのアーケード版って実はなんだろうな、実装されてない隠し要素が大量にあって、使われてないグラフィックが解析により大量にあることが発見されて、なんかなるちゃんと、ね、ネフライトのチョコパフェのシーンも本当はあったらしいとか、だからその未完成のまま出たんじゃないかっていう話もあったりとか、うん、ね、うん、そうなんだ。あれ結構出来がいいんですよね。出来がいい、もういや、あのコマは作ってほしかったね、本当だよ、うん、はい、私はもう語ることあんまりないです。未来神話ジャーバスね、タイトルね、ファミコンのゲームでございますけど、ファミコン時代は僕もたくさん騙されました。このゲームもね、パッケージ超かっこいいんですよ。SFRPG、かっこいい、アクション RPG って書かれてて、あれ目引きますよね。そう、何も情報、ここでも何度も話したけど、何も情報ないの、要は昔ってね。でも超かっこいい表紙だと思って、お小遣い握りしめて買ったらさ、でっかいマップの真ん中にポツンといきなり出てて、どこ行っていいかさっぱりわからなくてさアクション RPG とか言ってたのにさ、キャラの真ん中前にさ、ちょっとさ十字架の剣っぽいマークが、うん、それでそれが当たり判定なんですよ、うん、ほんでもう、うん、当たり判定超ちっちゃくてすぐ死ぬの、うん、何していいかもさっぱりわからない、うん、地獄ですよ本当に、うん、でなんかね、ファミコンとしてはなんかすごいバックアップめ、ね、セーブできるぞみたいな、ボタン電池で入ったかに入ってセーブできるんですけど、うん、セーブしたところで、うん、したところでですよ、ね、まあ、いっぱいどんなゲームなのかネット見てください。ね、説明書かっこいいですよ、うん、なんかストーリーはすごくかっこいいんですよ、うん、なんか主人公が宇宙飛行士 で地球がね、もうなんか住めなくなってきてるから、はい、新しい開拓地を探して宇宙に上がるんですよ。だけど見つからなくて帰ってくるんですよ。そうすると地球はさらに荒廃してて、モンスターとか出てて、うん、でなんかね、見知った街もないみたいな感じで、最後ね、ハンバーガーすらないって意味わかんないこと書いてあってハンバーガーすらないはすぐに流行りましたけどね。なんか杉田さんとかが面白いって言ったんだよな、なんか杉田さんが面白いって言い出すとなんかさ、うん、なんか僕がそれを言ったところでなんかあとが二番前地っぽくなって嫌だったんだけど、まあその辺の話で言うとさ、なんだっけ、杉田さんがスラングル面白いとか言ってさ、なんかさあれだけど、スラングルとか杉田さんリアルタイムじゃねえじゃんって思ったりする老害でございますがね、はい、まあいや余計なことやないけど、まあとにかく騙されてるわけです、はい、以上、うん、セーラームーンの方がいいです俺は一応ファミコン入れなきゃいけないなと思って、うん、ネタ枠でファミコンなんか入れようと思って入れただけなんで、あんまり語ることないです。私本当はスゴロクエストと迷ってましたスゴロクエストスゴロクエストはガチでいいゲームです、うん、ですね、はい、私はもうテクノスジャパン、ね、クニオ君信者ですから、そうて、ね、確かにスゴロクエストはもう最高です、うん、生まれて初めてやった RPG なんで、うん、僕もスゴロクエストやちょうどスゴロクエストやってたくらいにテーブルトーク RPG でやったんで、うん、サイコロ振るときに濃いダイスまで絶対言ってましたからねそれを拾ってくれるなのかさん、ありがたいよ。こんな話でも誰も拾ってくれないからねスゴロクエストは本当私最初にやったときに一回断念して、何年か経ってからもう一回ちゃんとクリアしてるんで、うん、難しいんだよね、直前のあれ、そう、わかります、私一人しか育成してなかったんですよ
小学生の時。いや難しいんだよあれ、小学生とかにはね。そう、あ、モーダル伝説もそうだね。店長クラブも実は入れようと思ってました。店長クラブ2めっちゃやったからね。あの、あれアクションゲームじゃない方ね。さあコメントはどうですか。復活の呪文のパスワード間違いやすいやつじゃなかったっけ、はい、あスゴロクエストでもそうでもないんじゃないかな。え、スゴロクエストってセーブセーブだと思うよ多分、うんうん、だったかもしれない。もしかしたら違うバージョンとかあるんですかね。桃太郎伝説は僕もめっちゃありましたし、うん、あのその続編の PC エンジンのやつもいっぱいやってありましたね。懐かしいね。で加工団を打ち取って、貴重加工団を打ち取ったりはあのアクションゲームの方ですね。それではですね、第1位に参りましょう。斉藤祐介、なるみなのかが選ぶ好きな RPG ランキング第1位、斉藤さんセレクト、ファイナルファンタジー6、なるみセレクト、アークザラットシリーズ。はい、もう いっぱいなの、あの一田さんの時のマニアックでいっぱい買ったからもう買ったこともないんだけど、いやいやいや、やっぱなぁ FF6 はなぁ、いいですよね、重要なんだよな、うんうんうん、その一番長い時間やったゲームだと思う、うん、私スゴロクエストの次に、うん、多分ファイナルファンタジー6だったんで流れ的に、あ、そっか、うん、一番長くやったゲームと、うん、前も言ったけどあのセリス一人になってシドの介護してるところで俺レベル99まで上げてるからね。お魚そう、お魚は知らなかった、うん、あれはもう罠、うん、お魚知らなかったけどあそこでもうずっともう一人で一人旅してレベル99になって、うん、で逆にもう余裕だったんだけど、それでもなんかゲームあそこからゲーム進めたくない、うん、僕は終わりが苦手なんで、うん、なんかこのゲーム終わらせたくないみたいなそんな気持ちになったぐらい好きなゲームでしたね。うんうん、はい、そして、はい、私が選びましたのがアークザラットなんですけど、アークザラットね、うん、まあ R がもう、うん、あのツイッターとかで騒いでるので、まあなんとなく知ってる方もね、うん、多いんじゃないかなと思いますけれども、うん、もうまあ第一作目と、これは語ることが多すぎて逆に何喋っていいかよくわからないんですが、アークザラット R が出る前、私アークザラット2が一番とにかくね、うん、好きで、まあ、それ以外のまあいろんな3が出てたりとか、うん、まあ、精霊の黄昏とかいろいろあるんですけれども、うん、ジェネレーションとか、うん、で中でも一番やり込んだのが2で、でアークザラットからアークザラット2に持ち越しができるんですよね。コンバートができるっていうのが当時1個新しくって、うん、なのでアークザラット2をやり込むためにアークザラットの1を何回やり込んだことか、やり込み用のデータをもうずっと作りまくって、うん、もう全てのキャラ召喚できるキャラとかも含めて全部レベル60にして、それからコンバート用のデータを作ってとか、まあ、大人になって知ると実はそこで育てきらずに2になってから育てた方が強いキャラがいるとか知ったりとかして、そういうのも面白かったよね。でも当時はそんなのわからないから、とにかくレベル上げれば強いって思ったりとかね、うん、でまあこれもやり込んだ回数でいうとものすごい回数といいますか、うん、世界観が好きなんですよ。普通のそのファンタジーだと西洋ファンタジーといいますかの感じなんだけど、うん、これの場合ちょっと現代要素が混じってたりとかね、うん、いろんな西部劇っぽいニュアンスがあったりとか、もういろんなところのいいとこ取りをしてるというか、それを一つにまとめてる不思議な世界というか、うんうん、いや RPG の話尽きないよ、うん、ですね。なのかさんいるかなと思ってあえて言えなかったけどさ、うん、もうここでもいっぱい喋ったけどさ、ライブアライブとかもあるしさ、はい、あライブアライブクロノトリガーもあの辺りクロノトリガーね入れたいんですけども、5つとかってなるとその辺を選び出すと、ね、もうそれで切れないよね、うん、そうなんですよ。なのであえて今回は定番っぽいのをちょっとずつ外して、うん、それで言ったら初代フロントミッションとかね、うん、めっちゃアホほどやった、フロントミッションもアホほどやった、あとだからそれこそメタルマックス ねメタルマックスもアホほどやったな、うん、もうだからもう、ゲームの話になるとやばいですね。あのさっきコメントで斉藤さんの総人生の総ゲームプレイ時間、うん、やばいことになってそうと数えたことなんか当然ないけど、うん、少なくとも3、4、14は家帰ったらもう一回必要なやつ見るけど、前に記事書いた時すでに何百時間になってたっけな、ぐらいになってたんですよ。あのスチームプレイ時間出てるからね、うんうん、前記事と書いて400とか、アップデートされる前ね、あの PK になる前に400いってたから、うん、今日帰ったら一回スチーム見てみるけど、うん、多分もう800ぐらいいったんじゃないかな、うん、っていう感じがするぐらいは、うん、三国志14だけでもそれやってるわけですよね。そう考えたら分からないよ、学生の時とか含めるとすごいことになりそうですよね、うん、さらにだってもう僕スパロボ、うん、まあちょっとねあの RPG だな、まあ、シミュレーション RPG だから RPG か、うん、スパロボとかに関して言えばもうスパロボ発売、スパロボシリーズは毎回発売日買ってて、うん、もう今ねそんなパワーないけど、もう 寝落ちする寸前まで毎日やり続けたもんで、寝落ちしちゃったってなって起きてやらなきゃってなって、うん、もうそれぐらいもう早く先見たい早く先見たい
この話数やったらやめようと思うんだけど、インターミッション見て次のなんかストーリーの取っかかりがあるとまたやりたくなっちゃって、うん、私あの学生の時にゲームすごい好きすぎて、あと一生で何時間ゲームできるかって逆算したことありますね。寿命が何年だとするでしょ、で一日何時間する、でお仕事とかやりだしたら多分毎日この時間はできないけど、うん、1週間でこれぐらいやれるだろう多分、うん、親の感じとか見てると、うん、でそうすると一生でこの時間ゲームできるから、でその中であとこのゲームをあと何回やり直してとか、うん、そういう人生設計立てたことあります。あとね、いやなんかゲームまたなんか楽しいゲーム、まあ、ちょっとさっきも言ったけどタイトル忘れちゃってるんだ、D&D のね、ゲームはちょっと街でやろうかなと、久しぶりになんかね、うん、そうがっつりやってみたいなって思うゲームに出会ったんで、ちょっとね、はい、やってみようかな、もう出てると思うんでね、ちょっとそれもやってみようかなと思いますけど、うん、でもレトロゲームいろいろやりたいね、うん、そうですね、僕はやっぱりだから95年にときメモに出会ってしまった、95年以降ときメモに出会ってしまったから、その辺のいわゆる恋愛シミュレーションゲームとかも、なんか頭おかしい時期だったから片っ端からやってたから、そういう話とかもまたねしたいですね。あと私そのどうしてもプレステ2とかギリギリ3ぐらいなんですよ、やり込めてたゲームが。でその後お仕事とか始めたりとかするとなかなかね集中して時間取れなくなって、だから今アークザラットアールすごくやり込んでるのが久々のゲームといいますか、もう隙間時間でちょっとやるだけっていうのが、あとその、ファイナルファンタジーの新作なんかもそんなにやり込めなくて、でもメインストーリーだけはちゃんと楽しんで、もうちょっとやりたいけどなって気持ちをちょっとお仕事するために封印してとかあったりとかしたんで、僕もドラクエ11も FF15 も昔だったらやり込んでただろうなと思うけど、本当ストーリー見るためにさっと流してやっちゃったもんな、両方とも。そうなんですよ、いろいろとなんそういう感じになっちゃってるんで、どっかで区切りつけてゲームをやり込む期間とか作りたいなっていうのは前々から、ね、奈々子さん忙しいけどまたさ、まあ、アークももちろんやってらっしゃるけどさ、またゲーム実況やってくださいよ、ぜひちょっとまた、あんまり言っちゃいけないかもしれない、ファイアローストーリーとか楽しく見てましたよずっと。ありがとうございます。いい実況されてるなと思ってね。あれなんだよね、それは僕も悪いところなんだけど、自分でやる元気がなくて、さすがにね、そのスザミ時代のやつとか、なんか、なのかさ、ファイアローストーリーやってる見て、あ、懐かしいなと思って見てましたからね。またね、ちょっとね、そういう感じのね、話もいろいろと。ロマサガね、そう、ミンソリルソングも入れようと思ったのよ。ロマサガ1もめちゃくちゃやったけど、ミンソリルソング、PS2 のね、ロマサガもめちゃくちゃやったから、最後にめちゃくちゃやったの多分ミンソリルソングじゃないかな。って感じはします。とりあえずゲームは今アークザラットRがね、追い込みといいますか、あと1ヶ月ちょっと楽しめるんで、もうそこはもう、楽しみまくって、ね、その後やるかどうかまた考えます、別タイトルは。センチメートルグラフィティはプレリュードまで付き合った。みんなプレリュードぐらいしか付き合ってないよね。ちょっとゲームハード絞ったりとか時期絞ったりしてまた喋りましょうか、ね、ちょっと範囲が広すぎた。そう、うん、でもまあね、楽しかった、懐かしい話いっぱいできて、今日は元気になりました、パラサディベアルディ、はい、わかります、わかります、もう、はい、以上斉藤祐介たるみなのかが選ぶ好きな RPG ランキングをお届けいたしました、さて現在キャラペディアのアンケートはお休み中となります、サーバーのトラブルの関係となります、ということでですね、また再開する形になりましたら、この番組でもお知らせいたしますので、ぜひその時は皆様の熱き一票お待ちしております、さてここで出演者からの告知をさせていただきます。まずは斉藤さんお願いします。寝てたんで何もない寝てたんで何もないですね。で倒れた分でやんなきゃいけない作業残っちゃって、多分今週来週ぐらいは何もできないんですけど、まあありがたいことにありがたいことによく西郷さんが誘ってくれてるんで、もうちょっと元気になったらまた西郷さんとなんかやろうかなと思ってます。フォートナイトとかモンハンとか誘ってくれてるんですけど、まだ具合悪くて無理ですって返しをずっとしてるんで、もうちょっと元気になったらまた一緒にフォートナイトとかモンハンね、サイコさんなんかもう知られてる、サイコさんめちゃくちゃレベル上がってるっぽいですけど、ハントランク上がってるっぽいですけど、また一緒にやろうかなと思ってますんで、まあ、やるときは見てください。あとさっき言ったように個人ではその D&D の新しく出たやつをやろうかなと思ってますんで、見ていただけるといいかなと思います。では続いてキュレーターの川端さん告知お願いします。はい、私はもういつも通りです。インスタとか YouTube とかの告知もツイッターでしますので、ツイッターをぜひ見てください。はい、お願いします。
続いて私なるみなのかの告知です、うんうん、私もツイッターやってますのでよかったらチェックしてください。あの斉藤さん以前言ってた、うん、ちょっとアニメ作りたいなみたいな話言いたいよ僕言い出したもんすぐありがとうございます。いやすごいねライブ 2D も結構今ちょっとやっててその出したやつは、まあ、立ち絵のね動かす感じなんですけど、うん、もうちょっと本当はもうブワーと飛んでブワーンっていう感じの動きを作ったりとかしてて、うん、ただちょっとまだそっち荒削りなんでね出せないなと思ったんですけどもまあなんかだいぶ分かってきました。すごいもう田中さんすごいよ。いや面白いですね可能性が、うん、うん、いやこんなに動くんだなってすごいと思ってもうなんかどん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 遠い人になっていっちゃうのいやいやとんでもない僕はなんか腹を壊して寝てる間にいやまあ、ちょっとねイラストを手伝っていただきまして、うん、であの線画だけ描いてもらったんですよ、うん、で色塗りと、うん、あとそのパーツ分けとか、うん、なるほどこういう風に分割するとこういう風に動くのねっていうのを試行錯誤して自由に使わせていただけるって約束で線画もらって、うん、なので、うん、ちょっと今修行中なんですが、うん、もう少しね落ち着きましたら、うん、実はあのもう声とかも取ってもらってもう自分を追い込んだのでこれをお蔵入りさせるわけにはいかないという追い込みをしましたんで、はい、楽しみにしてます。何かしらの完成形を今年か遅くとも来年にはね、うん、出せればなと思っております。楽しみ。サイコさんはゲームうまいです。あとやる気もあります僕が単に元気がないだけです。はい、続いては番組からの告知をさせていただきます。すでにおなじみキャラペディア公式 LINE スタンプですが計7種類のスタンプを販売中です。会話の最後に付け加えると一瞬だけ道に感じる深そうで深くないメッセージスタンプそういうことだよ、鬼のイケメン6兄弟をモチーフにいいねごめんなど一般的なやり取りに使いやすいスタンプ鬼いいね&鬼ごめんなどが揃っております。画面の上にありますアドレスより LINE ストアへとお入りいただきぜひご購入ください、うん、またキャラペディアの公式ツイッターも注目です。こちらはキャラペディックナイトの公式ツイッターも兼ねておりキャラクタークラム、アニメランキング、ニュースなどをお届けしております。画面の上にリンクがございますので皆様のフォローぜひお待ちしております。そしてキャラペディア公式スマホアプリもおかげさまで好評を博しております。イケメンイラストイケボ満載のフルボイスアプリ夏恋ブラザーズ、アプリのダウンロードは無料となっております。ぜひダウンロードしてお楽しみください。なお夏恋ブラザーズの LINE スタンプも販売中です。こちらもぜひチェックしてくださいね。ということであのコーナーに参りましょう。今週の2、こちらは LINE スタンプ2番に関する大喜利コメントがなぜか増えてきてしまったので、うんうん、出演者それぞれが今週の2という名の MVP を決めそれで終わりにしましょうというコーナーでございます。今日いいの2つあるな。でもこれにしようかな。どうしますか。今日こっちにします。今週の2、こっちにします、うん、2、今日はコナンの撮影でした。はあれかな、犯人的な感じなのかな。半沢さんなのかな、やっぱり正体は。二度見しちゃいました。いやでもと見せかけてなんかね、うん、エキストラ的な感かもしれない、ね、とか背景に溶け込んでるとかね。いや話しないけどさ、うん、連載のサーモラムの来週すごいことが起きるよって話をしたあそこね、うんうん、しないけど話しないけどいい展開でしたよ。またちょっと機会を作りましょう、はい、いやこれ面白い、最高ですわ。もうそれも話しないけどヒーローの弾丸の考察のスレッドにも今入りってるんですけど、うん、まあ、見に行ってるんですけど面白いと思ってうーん楽しい。もうコナンの考察またやりたい。はい、おめでとうございます。続いて川端さんの今週の2どうしますか。はい、奈々子さん、僕のイラストは自由に使っていいよ。あの勝手にね、君に権利ないからね、まあ、ね、決定権はね、あの P の裏側の人を通してくださいね。2がね通さなきゃいけない。そうよ、2が通して、うん、そうです、まあ、気持ちはいただきました、ありがとうございます。さあ、じゃあ私は何にしよっかな。に、川端さん、僕もイケメンに入りますか。わかんないんだよな。わからん。あーそっか、隠れてるもんね。わかんないね。よくあの漫画とかアニメとかでメガネ取るとイケメンパターンありますか。ある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 、あるある、うん、もしかしたらっていう、うん、あの取ると骨格変わるキャラとかもいるじゃないですか。あるよね。それだったらさ、コナンの犯人だ。そうじゃん。全然体型違うからね、いつもね。メガネ外していただいていいですか。そうですね、外して出直しておいでっていうことで筋肉マン要素とかありますね。筋肉マンもそうですね、最初出てきた時大体ね、なんかなんかあの姿がぼやっと見えてるやつが次のシーンとは全然別人みたいになってるからね。
そういう能力なんですかね。筋肉マンの連載も今面白いよ、やばいよ、まあその話もしないけどさてキャラペディア公式動画番組キャラペディクナイト、まもなく終わりの時間が近づいておりますが、斉藤さん本日いかがでしたか。いやもう毎週の木曜日は本当に癒しなんでね、先週はねちょっとねお休みしてしまいました、大変恐縮でございましたけど、またね頑張ってやっていきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします、うん、そして川端さんはいかがでしたか。はい、あ、大盛り上がりでしたねゲーム、うん、ゲームになるともうあのコメントを追えなくなってくると思って皆さんの熱量も、ね、そう熱量が楽しかった ね、うん、またやりましょうまたやりましょう、ね、あれもネクストキングとかも来てましたね、あの増田昌司さんね、俺の屍を超えていけるね、うん、増田昌司さんが作った、うん、あのゲームなんですけど、あの、サイコロ振って、あの、なんだろう、あの、なんだろう、パーティーゲームみたいなやつなんだけど、恋愛シミュレーション要素もあった、うん、恋愛要素もあり、RPG 要素もあるみたいなね。僕が一回ブログで面白いって書いたら、うん、増田昌司さんがツイッターでフォローされたんだよ。増田昌司さんはね、あのログホライズンのね、うん、ママレ先生をね、世に出した人でもありますからね。うん、俺しかも面白いよね。いや、俺しかの話かもしてえな、うん。そうですね。あの、一本ずつ特集組みましょう。マニアックとか、ね、何かで。うん、そう、うん、ネクストキングはもう私の大好きな笠原ひろ子さんがね、フェンネル役で出てまして、うん、まあ、笠原ひろ子さんのラジオで知って、ネクストキング買ったんですよね。うん、毎回連れてくパートナーを選んで、そのゲーム的に連れてくパートナーによってもね、難易度変わるんですけど、うん、僕もフェンネル以外連れてかないからね。うん、そのせいでね、いつもなんかフェンネルは回復キャラなんで、戦ってくれないんで結構微妙なっていうね、ありましたよね。さあ、キャラペディア公式動画番組キャラペディックナイト、皆様お楽しみいただきましたでしょうか。次週は21時から有料会員限定のキャラペディックナイトマニアックを、21時35分からはキャラペディックナイト本編をお届けいたします。また有料会員にご登録いただきますと、過去の CVS やマニアックも動画にてお楽しみいただくことが可能となります。ぜひ今のうちに会員登録およびタイムシフト予約をお願いいたします。さて、来週はアニメ界にどんなニュースが走っているのか、そしてどんなランキングが発表されるのか、皆さんどうぞお楽しみに。それではまたお会いしましょう。さようなら。